はい、どうも皆さん、こんにちは。トジオです。トゥーザムーン、実況プレイ、無事終わることができたんですが、ちょっと気になることがあったので、とりあえず、録画していますというわけで、じゃあ早速始めていきますというわけで。どこが気になるかというと、これは、どこだっけなんで説明すればいいんだ。いつだ説明の仕方がむずい。先に考えてから実況登録になったな。あれだね。ジョニーの幼少期の記憶に行く直前の話なんですけど、ベータブロッカーが、ジョニーが服用していたことが分かったんですよね。そう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 。で、匂いを取ってこいってことで、リスの死体用の匂いを取ってくる途中なんですよ。そう、これも気になるんだけどさ、デジャブ。もっと気になるのがちょっとあってですね。最終回の最後の方、ニエルがちょっと病気みたいな感じでなんか演出されていたじゃないですか。あれの伏線が多分ここにあるんじゃないかなと思って、ここら辺でニエルがちょっと慌てふためいていたような描写があったので、この辺で多分なんか、そういえばさ、落としたんだよね、なんかエヴァが。ちょっと待っててね。ごめん、口ばっか説明しちゃって。わかんないかもしれない。みんなに伝わってないかもしれない。ちょっと待っててね。そう。で、車で、この密封できる、匂いを密封できる容器を取りに行くんですよ。で、ここで、そう、これさ、俺、取った時さ、気づいてたんだけどさ、スルーしちゃってたんだよね。なんか、あ、落ちた落ちたって言ってたんだけどさ、結局そのままで、何もしないだけ帰っちゃったんで、もしかしてあの、エヴァが取った荷物が、何かに関係してくるのではないかという疑惑があったためにちょっと再開して録画を開始しております。多分今日で単発で終わっちゃうと思うんですけど、そこだけちょっとはっきりさせたいなっていうのがあって撮っておりますというわけで。ここかな？事故のせいでめちゃくちゃだ。そうだね。ここの多分そうそうそう、これ、ここで、この左上に青と白のさ、なんかが落ちてるんですよ。バブル付きコンテナをゲットして、あとは動物。の前に、ちょっとこれ気になるんだよね。ん？クエスチョンマークが出た。拾えたね、やっぱり。これって、痛み止め？痛み止め。気になる。これ、ニーレのなんかな、車から出てきたってことはそうだよね。ん？来た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 。あれあれ？あ、先にノートを見とけばよかったな。多分、アイテム欄になってるな。まあ、いっか。匂いだっけ？なるほど、ジャック準備してくれ。僕はすぐ戻る。というわけで。ニール。あ、これ新しい。この痛み止めってあんたの？あ、これ、俺が録画した時はどんな感じだったんだっけ？このリアクションって。なんでこんなもの持ってんの？違うね、でもね。痛くはなかったんだけど。実に恥ずかしい話でね。何日か前、歩いたらコンクリートの壁にぶつかったんだ。歩いてただけで？なんて言えばいいかな。とても深い考え事をしていてね。それはそれは深く深く。ね、わかるだろ。これって相当強い薬だけど、相当硬い壁だったんだよ。ほんと、ああ言えばこういううまいな、ビールな。ちょっと見習いたいな。地獄性だよ、ありゃ。とにかく、死骸は持ってきてよね。急ごう、あっちでジョニーが待ってる。ニール、中毒とかじゃないよね。僕のことをバカにしてる？そんな薬じゃリッチャー前に過剰摂取で死んじまうよ。そんな強い薬なのか。やっぱり病気とかなんか吐血するみたいな描写があったからな。病気なんかな。痛み止め。
なるほど。あとは一緒かな、これ。うん。ああ、一緒っぽいな。ここだけ違うんだね。ニールの病状の、病状っていうかなんか、この最後の、最終回の、吐血の説明っていうか、そういう伏線が説明されただけって感じかな。はは、なるほど。よかった。まあ、じゃあ、これで、ね、終わりにしましょうか。ちょっと中途半端なんだけどね。多分あとは一緒なんで。はい、というわけで、トゥザムーン実況プレイ、これにて、はい。完結というわけで、はい。はい、二度にわたっての最終回みたいな感じなんですが、見てくれた皆さんありがとうございました。それでは、また会う機会があったらどこかでお会いしましょう。というわけで、失礼いたします。